僕は普段聞かないシビアな変な話を聞くんですけどうん、うん、このくらい熱量をかけてゲーム作るとなんか経営としてはど,どうやって売り上げとかを考えるんですかどのタイミングででいつ誰があえっっとでもやっぱりプロダクトは最初に企画とともに提案するときには予算書は当然つけるので開発総予算はこれぐらいで。はいはい マーケティング PR 費用これぐらいでこのぐらいの利益が出ますっていうのは当然全部シクティーをつけてシクティはね全然その初期に通したやつをちょっと見たくはないですよね。FF になってくるとちょっと引くに引けないところっていうのもあるのではい、はい、ただ僕は結構ドラスティックというかそう作り手だからこそ商売というか売り上げこだわらないと絶対だめだと思っていて。はい このくらいの超大作のゲームを作るときに、えっ、ー、とストーリーとかどうやってレビューしながら作っていくんですか？ハリウッドとかだとほらレビューって結構入るんですか、はい？はい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 。あそこは正直そこまでなんていうんですか、こう脚やっぱりハリウッド映画のいいところって、はい、脚本の評価でやっぱり出資者が来あ決まりますね。て、はい、でどんなにスターでそのあってもやっぱ本を見てこれはもう出たいんだと。 むしろ自分がお金を出すからこの映画を作ろうっていうやっぱりシステムというかそこができてるじゃないですか、はい、で日本ってやっぱりまだそこは企業はやっぱりゲームを作ってるのでファンドじゃないからどうしてもそこまでシステマチックなというかあのレビューっていうのは実はなくてもうひたすら僕ら全員ゲーマーなのでやっぱり作ってる人間がだ自分たちで読み自分たちでこれだったらいけるだろうっていうまでまあライターにフィードバックをしてでライターも当然社内なんでまあ一緒にとにかくゲーム体験と ストーリーリを今回一つにしようというので、うん、まあだから第三者の目という意味では入ってないに等しいですけど<ー>一番うるさいゲーマーが周りにいるので、まあ、あとは今回「召喚銃」っていうのが、はい、人そのものが召喚銃にトランスフォームするっていう設定になっていて、はい、まあ内側に要は核兵器並みの戦力を抱えている何人かの人間がいて。はいえー まあ彼らが国によって結構扱いも違う兵器として扱われるところもあれば君主になるところもあってみたいなそこのエネルギー戦争とそれらの悲哀みたいなところをまあ描くみたいな感じだったか今回って多分結構派手にグラフィックスが何だろうまあィーもまあもちろんそうだけど、うん、でもあの多分今回の方がグラフィックスとかんだろう相当気合い入って作ってるんですよね。はいはい、なんかそこのなんか制作上のギャップとかっていうのは何かありましたか、まあ、やっぱここは MMORPG っていう14だと画面上にやっぱり500人描画するためのやっぱりグラフィックスの作り方そうですねでメモリも当然あの家庭用ゲーム機に合わせた配分しなきゃいけないのでまあやっぱ突き詰められるところがスタンダードローン一人で遊ぶゲームと違ってくるので,で今回改めてそのスタンダードローンの FF を作っていくにあたってやっぱり こう改めてゼロからみんな、テクノロジーもう一回見つめ直そうみたいなことはやってましたね。うんうん、今のトレンドは何で。自分たちに必要なものは、そのパイプラインとしてどれで。で、ここはやりすぎだから、いらないよねみたいな。うん、そこは改めて、ある意味ゼロからやった感じはあります、ね。なるほど。うん、え、リアルタイムレンダリングの多分、なんだろう、うん、流れが。うん、多分ここ7、七、八年で、一気にグッと来たと思ってるんですけど。はいはいはい。そこで、なんかゲームエンジンとかでは、なんかここ、こう、七、八年。 あたたっっっててここだわったとことかってあるんですかあでもか今回とにかくプリレンダーはやめたいっていう話をして、はい、でまあ95%ぐらいはあの一部海のシーンがあるんですけど、はい、まあんまネタバレなんで言えないですけど海が大変なことになるシーンだけとかは、はい、さすがにリアルタイムレンダリング無理ああ流,流体多いし、ね、そうなんですよなのでそこは フリエン出した海と実際のキャラクターとかいわゆるリアルタイムに使ってるアセットをブレンドして映像を作るみたいなことをやってでもあの全てなんだろうナウローディングって文字なしでつながっていくように容量も全部設計してってことをやってたんで、まあ、でも、そこぐらいでリアルタイムにあとは全部こだわったからこそ一番やっぱカットエディター そのカットシーンエディターってよくゲーム業界だと言うんですけど、はいはい、いわゆるカットシーンを作るためのもの、うん、でこれに関しては相当初期からあのいろんなエディットする人たちに触ってもらって、うん、フィードバックをもらってひたすら開発環境を作るプログラマー専任のプログラマーとかがいるんではい、はい、もうひたすらフィードバックに対応していくっていうことをやってましたね。カッッィターーーはは相当仕上がったんじゃなないいかかと思いますフフ、ね、ファミコンスーパーファミミココンンススパの頃から結構グラフィックス やっぱりこだわって作ってきたというところもあるので、はい、グラフィックスにやっぱりその期待される最低水準ってほ他のゲームに比べるとやっぱかなり高いと思っているのと、はい、あとはボリュームストーリー、はい、あと音楽この辺りはもう間違いなく期待されるところなのでもうそこは絶対条件ですよねだからもう僕らもやっぱりその経営としてもこのぐらいかかるのは仕方ないみたいなところからスタートなので。 えいえー、と今先ほど例えばストーリーはまあ社内で作る始、はい、めてって,言っておっしゃってたんですけど、うん、例えば召喚銃の造形だったりとかああいうモデリングアーティストみたいな人々っていうのはやっぱり社内でやる社内ですね第三開発事業本部の中にやっぱりスカルプとを彫る、はい、まあちょっともうそれだけを職人がそうですだからもう芸大からあの木彫ってた人たちあのもし。 あの食うのに困ったら来てくれないかっていう講演を一回しに行ったぐらい,、はい、<laughs> いやでも見せたんですよで彼らやっぱり最,最初あんまデジタルに興味ないっていう雰囲気だったんですけど、はい、実際そのスカルプティングをしてるところを2時間ぐらいのやつを15分ぐらいにこうまとめてあのビデオを持ってって、はい、これぐらいやっぱりみんなの彫るっていうことがどれだけそのゲーム産業において芸術性を発揮できるかっていうことをやったら、うん、結構みんな目の色変わってくれたりしてたんで。うん うちはそういう意味だとあのグラフィックスに結構こだわりのある会社なので本当スカルプティングだけをもう毎日掘り続けてるみたいな人がいるんでちなみにあの AI はどうですかはははいはい、はい何個だっけ15か14か15だったかな15の多分システムの中に AI をこうやって入れてみたいな話を聞いたこともあるんですけれど16ではどうやって使われてるとか何をもってこう AI というかが。はい すごいいゲームの場合難しいなと世界全体もそもそもシステムとしてはエンタメとしていや例えば群衆を一気に制御して、はい、でその群衆にシードを渡してある程度その自由度を与えて、はい、そこで起こるハプニングを楽しみましょうっていうゲーム、うん、デザインのゲームだったら、はい、僕いわゆる今 世の中で言われたりその学術的に AI と言われるものって使いやすいと思うんですけどじゃあ例えばその。まあそね、大河ドラマを AI 生成にしちゃったら、うんね、たわいもないところでみんなバッタバタ死んじゃったりするかもしれないしだからこうやっぱ人間の手で舞台を作ってこそエンタメに感じられる部分っていうのもまあ当然あるので、はい、だからミックスなんですよね。あまりにも手作業が厳しいところは ある程度自動化して使おうただこれ学術的な AI っていう観点で見ると多分全然レベルが低いと思うんですよだからそこが徐々にこう今あまりにも僕らもそのテクノロジーが進化しすぎていってもう人間の手だけでは追えなくなってきているので、まあ、そういったところをポジティブに結構肩代わりしてもらうみたいななるほどねゲームのプロモーションに変化は感じますか圧倒的ゲームのテレビが減っているように思います <laughs> そうですね、あのー、これは一般論だからいいのかなあのー、もともと昔のゲーム特に日本の場合だと流通が、はい、えっとガング流通さんがやっぱり何本入荷させてくれるかっていうのが非常に大事で,、はい、で実は買い取りビジネスなんですねこれ今もなんですけど、はい、で昔はその問屋さんの受注締め切りまでに、はい CM を大量に流すが結構通例だったんですよそ<ー>んなに我々 CM やりますよなるほど。ほら予約いっぱい入ってますよねだからたくさん買ってくださいでただこれがダウンロード版でなってきた場合にやっぱり直接お客様が流通じゃなくこう購入される場合っていうのも増えてるしあとはやっぱり流通さんの中でもその 要はお客様を見てないプロモーションをしたところで、うん、結局のところお客様は買ってくれないっていうのを、うん、やっぱり流通の皆さんも,もうどんどんゲーマーが今増えてきているので、うん、なので、まあ、特に僕はそうですけど、まあ、あと、皆さん忙しい持谷、まあ、さんは特にそうですけど、うん、なんか発売の3か月前に大量に CM 流されても、うん、そうなんだほーってなるけど発売日ぐらいにもう全部忘れてますよね。確実に忘れてるででしょうねそうねそうなんですよ <laughs> 多分 これは若い世代になればなるほど絶対顕著で確かかかにそうもななんか気がついたら出てた通り過ぎてたなんか話題に触れなかったからまあいいやにやっぱりなっちゃうんで今ものが多いエンタメが多いからだからもう発売直前に全部集約して熱を最大もうお金も全部そこに投入して熱一気に上げてそのままの勢いで遊んでもらってそれをあとはもう皆さんの感想とかでどんどん広めていくっていうのがまあ今の。 最も必要なプロモーションの最低限かなと思ってるんでるえこれ結構なんか <coughs> 僕は普段聞かないシビアな変な話を聞くんですけどうん、うん、これなんかでもこのくらい熱量をかけてゲーム作ると、うん、なんか経営としてはど,、うん、どうやって売り上げとかを考えるんですかどのタイミングでいつ誰があ、えっと。でもやっぱりプロダクトは最初に企画とともに提案するときには予算書は当然つけるので。はいはいはい えとまあ、対応プラットフォームはこれぐらいで、はい、えと開発総予算はこれぐらいで、はい、えとこれぐらいの時期に出すのでマーケティング PR 費をこれぐらいで,でこのぐらいの利益が出ますというのは当然、全部シクトつけてやっぱ、ちょっとシクティ e t e e n は、ね、全然その初期に通したやつをちょっと見たくはないですよね。<laughs> <laughs> まあでもまあ毎回取締役の承認取締役会の承認事項で,承認されてるんでしょうから、まあ、まあそれはそうですけどやっぱ FF になってくるとちょっと引くに引けないところっていうのもあるのではい、はい、ただ、僕は結構そのドラスティックというかその作り手だからこそ商売というか売り上げこだわらないと絶対だめだと思っていて。はい なんか自己満足のだけのゲームを作ったって、次に繋がらないんですよ。面白かったね。って言われても売れなかったら次は作れないし、やっぱり僕第三開発事業。本部のそのポリシーって少なくとも自分たちが面白いと思う。ゲームを作ろう、うん、で、少しでもいいから黒字にしようって。この2つだけなんですよ。そうすれば次もまたお金をもらって好きなゲームというか面白いと思うものを作っていけるんで。たまあやっぱ今回は。 だからもうこれは無理だとなると割と自分で潰しに行くんですけど無理ですってごめんなさいと他のプロジェクトで補填するのでもう中止にさせてくださいみたいなのをもともとキャリアでも結構やってきてたんですけどちょっと今回は引くに引けないのですいませんこれだけ売り切ってみせるのでこ,うあのこれだけかけさせてくださいって言ってまあ幸いあのみんなもまあ っっててって言ってくれたんで、はいまあ、あとはちょっと14でねだいぶ稼がせては会社にちゃんと貢献を長年光の選手の皆さんのおかげでさせていただいてるんでるあの会社もあんまりノートはちょっと言い,<の>言いづらいところはあるのかなとは映画だったら2時間のコンテンツなんで、うん、まあ,ある程度結構見やすいと思うんですけどゲームってプレイし終わるまでって結構時間かかるから、はい、挙動の予測って結構取りにくいんだろうなって個人的には思ってるんですけれど。うん それで、どういう、なんだろう、えっと、発売終わ発売した後、なんか、こう、例えば、なんだろう、ランキング上に来ましたとか。はいはい。ああいうの見ながら、どういうマーケティング戦略って、その後取るんですか。えっと、基本売り伸ばしは、やっぱり。今の時代、まあ、これ、やっぱ、国によっても、若干違うんですけど、はい、日本の場合って。まあ、まさに、この前、スラムダンクが、そう、すごいいい例だと思うんですけど。はい もともと「スラムダンクって熱狂した世代の人たちはすごい興味津々だったと思うんですけど、うんはい、やっぱちょっとプロモーションで事前にこうバタバタしてたのがあって、うん、みんな若干半信半疑だったはずなんですよ、はい、でもそれでも熱量のある人たちが見に行った時に「うん、絶対に見た方がいいこれは」うん「もうスラダン好きなんだもう絶対見て」っていうあの引力に多分今勝てるものがないんですよ、うん、実は PR。うんうん だから僕意外と原点回帰でしっかりマスに発売したっていうことを伝えた上であとはゲームが面白ければあとは本当に世界中で配信してくださる方とか楽しんだっていう声が出れば出るほどじゃあ PS5 と一緒に買ってみようかとか、うん、で今も特に若い世代は発売日ななんててこだわってないんですよ自分の属しているコミュニティの中で話題になったみんながやってみようぜってなった時が買い時遊び時、うん。 これはもう見ててもそうだし「こ、はい、トナイトもそうだったし、はい、その流れっていうのはもう間違いなくきてるのでやっぱちゃんと予算を取っておいて16がありますよっていうのを打ち出し続けるっていうこととあのちゃんと店頭で PS5 買った時にどうですかってなるようにあの地道に続けていくだから僕今回売り上げほん18か月とかで計画立ててるので。やっぱの普及率とか見ても、うん PS4 と PS5 両方で売ってますっていうゲームよりは絶対数落ちるのはまあ間違いないので、うんまあ、初動はそうかもしれない、ね、そ,うそ,うそれはだってもう計算しないとアホなんで、はい、<laughs> まあだからこそ長くちゃんと売り伸ばしていくっていうことを考えてトータルあのまとまった単位でどこまでその遊んでくれた人がいたかっていうのとあとやっぱり今回アチューブメントみたいなものは今取れるんでデータとして、はい、プレイヤーがどこで詰まっちゃったんだろうとか。うん だからそういうところは後からでも少し修正してとか遊びやすくするっていうのはオンラインゲームじゃなくてもできるので今の時代、うん、なんかそうやってだからもうそういう意味だと短期勝負は全然考えてない、ねはいまあ、14やってる人のセリフとしてめちゃくちゃ <laughs>、まあ、そうですね、うん、14はあの申請して10年ですけどピークが来てないというか。 ピークをずっと更新し続けるっていうその感じを今、覚えたので当にそういえばやっててメタバース、メタバースってめちゃめちゃ言われたんですけど落合さんってメタバースことばブームみたいなのがあったじゃないですか。 あれっててど,どう見てたんメタバースはメタバースでいいんですけど、うん、ただ僕メタバースにまだちょっと足りないなと思ってるのは、まあ、ゲーム業界でも結構ずっとストリーミングストリーミングって言われてるんですけど、はい、それぞれの個人が弾いてるネット環境が今一番解決できないんですよ。んかそこが解消しない限り、もりストリーミングでハードウェアの制約から解き放たれて、うん、いろんな高精細なものをもうリアルタイムに遊べますとか体験できますってなるには。 こっちのの障害の方が結局いんだよな僕正直今の家庭用ゲーム機って、はい、この世代で終わるってずっと言ってたんですよでもこれ今のスピードでいくともう一回次のハードあるんかな出るんじゃないですかなみたいなまだハード戦争みたいなのあんのかなみたいなまだギリあるかなっていうちょっと言ってましメーカーさんみんな仲良く究極の作ろうよ、うん、みんなで、ね、みたいなのを押してくれた方が 16をプレイする人に持って帰ってもらいたい一言16をプレイしてここがお持ち帰りいただきたいこんな感じっていうのを <laughs> はい感じましたよお<っ>じゃあお見せいただけるとはい